皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。今日は小学校3年生の算数、掛け算の決まりの1回目です。ではどんな決まりがあるのか、説明していきます。ここに青い玉が、ね、並んでいます。縦に4つ、横に5つ並んでいます。さあこの青い玉いくつあるのか掛け算で表してみましょう。縦に4つ、これが5列並んでいると考えると、4が5個あるので、4×5 で4×5=20、こういう式になりますね。これに対して横に5個ある、これが4段、5個で4段という考え方だと 5×4、こういう式になりますね。どちらもこの青い玉の数を求める式なので答えは同じです。ではこの答えの前の式、ここの数字を見てみましょう。これ 4×5 が 5×4 になっていますよね。つまりかけられる数とかける数が入れ替わっている、ね、でも答えは同じ。掛け算ではこのようにかけられる数、これ前にある数ですね、このかける数、これを入れ替えても答えは同じになります。つまり 4×5、ね、この答えと 5×4 の答えは同じ、こうなるんですね。で掛け算ではかけられる数、これとかける数、これを入れ替えても同じ答えになる。ですから 9×3 と 3×9 は同じですね。9×3=27、9×27 で 8×7 と 7×8 は同じです。8、7、56、7、8、56ですね。4×6、4×6=24ですね。ですから 6×4、6×4=24と、このように掛け算ではかけられる数とかける数、前と後ろを入れ替えて答えは同じになります。これが一つ目の決まりです。では二つ目に行ってみます。ここに6の段の9マス計算、掛け算の9マス計算があります。ここの答えちょっと埋めていってみましょう。6×1が6、6×2=12、6×3=18、6×4=24、6×5=30、6×6=36、6×7=42、6×8=18、6×5=54とこうなりますね。この時このかける数が1違ったらどれだけ違うか、これを見てみましょう。6×2=12、ね、6×2=2をかけて、それと6×3=18、3をかけたと12が18になっている、6増えていますね。じゃあ6×5=30と6×6=36、ね、5が6になっている、かける数が1つ増えると答えは30だったのが36に、これやっぱし6増えていますよね。このように掛け算で掛ける数が1増えると、ね、掛けられる数、この場合6ですね、これだけ大きくなる。掛けられる数、これだけ大きくなると、こうなっています。なぜかというのは掛け算を最初に勉強した時のことを思い出してみましょう。掛け算 6×1 というのは6が1つありますよと、 6×2 というのは6が2個ありますよと、 6×3 は6が3個です。例えば 6×3、 6が3個、 6×4 は6が4個、つまり6が1つ増えている。ですから掛ける数が1つ増えると、ね、6が1つ増えているということになりますね。つまりかけられる数の分だけ増えているですね。そういうことです。ですから 6×5 というのは6が5個ある、で 6×4 というのは6が4個ですから、
4個を5個にしてあげるためにはあと1個6を出してあげれば、ね、6が4個あと1個出して、ね、6が5個になる。こういうふうに考えることができますね。また逆に、6×7 と 6×6 を比べてみると6が7個ある、6が6個あるということになるので1つ減ると6減るということも分かりますね。 6×7 足す6というのは6が7個あったところにもう1個足したので6は8個あることになる。こういうことですね。丸4は 4×7、 これは 4× 何とか足す4、ね、これは4が7個あるので 4×7、 これ4が6個あるところにあと1個出してあげればいいんですね。4を、5×8 は 5×9 引くと、これ 5×8 というのは5が8個ある、 5×9 というのは5が9個あるので5が1つ多いんで、これ5×9から5を1個引いたら 5×8 と同じ答えになります。7×6 足す7、7×6 というのは7が6個あってもう1つ足したので7は全部で7個ありますね。ですから 7×6 足す7の答えは 7×7 と同じ、こういうふうになります。2つ目の規則は掛け算で掛ける数が1つ増えると掛けられる数の分だけ、ね、答えが大きくなると、これが、掛け算の決まりです。皆様どうぞこの動画を参考にして教科書やドリルの問題に取り組んでみてください。今日も最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。